前回と同じく青山忠さん。昔私塾をやっておりまして、15年間ぐらい、その時の塾頭をやって、50人100人の塾頭をまとめて協力してくれた彼に来ていただいて、僕に質問の一つ二つでも浴びせかけていただきたい、はい、何か文句でもありますか。いや文句じゃないですけども先生は丸9年10年近くこの東京 MX の西で進むゼミナールの司会を務めてこられましたが、僕が初めて先生をテレビで拝見したのが朝までなテレビですか。いやすごい人がいるなと見て驚きながら、最初はもう本当に感心して見てたんですけども、そもそもこの先生はそういったテレビジョンというものをどのように感じていらっしゃいますか。もう古い話ですが、今おっしゃる30年近くも前かな、あの頃インテリがねテレビに出るというのは、特殊な教養番組は別としてインテリとして恥であるとというね、それは確固としてあって、うん、僕も普通の人間ですからね、大学面白くないから辞めて一人になって、まあ、テレビに出た方がいろいろ便利だっていう推測ぐらいできたんだけど、かといってねこちらは身売りなんかしたくはないって言って1年ぐらい断ってたんで、あんま出るの嫌なことだった、ところがある時ね、当時も原発問題ね、広瀬隆って人だったかな、中心になって明日にでも原発が破裂するみたいな、僕に言わせば嘘話は広まってて、もう毎日のように騒いで、僕ね単純人間で義を見てすざるは言うなきない、しかも1年間そのまたプロデューサーがねいい人で熱心な人で断ってるのにね、何回も説得に来るんですよ、出てくれって。それでね、致し方ならじゃあ一回出てみるか。原発、安全な原発は欲しいと言ってるやつらはまずおかしいだろう、このように原発に限らず、あなたの大好きな自動車も含めてそうですね、みんなの好きな栄養剤も含めて、この世の技術に安全なものなんかありゃしない、あらゆる技術は危険をはらんでいるんだと、東電も東電だと、いくら追い込まれたといえね、うちの原発は安全ですと、それ嘘だろうと、安全な原発はないんだ、したら、安全な原発が欲しいと言ってるやつらも、うちの安全ですと言って弁護してるやつらも、両方とも共犯者だ、これも言ったの、そもそもなんで騒いでるのか私にはよくわからん、今ずいぶんなんか交通事故死といったって、あれは24時間以内に死んだ人の数ですからね、当時はね、年間1万人だったんだ、今はね救急車も来るし、医者の治療もあれだから24時間以上生き延びてる人もいるんだろうけども、その不具者になっちゃって二度とね通常の生活できない人も含めれば、毎年自動車でやっぱり1万人近くが回復不可能なダメージを受けてるんです。1年間で1万人ですよ。自動車文明始まってからもうすでに半世紀以上ですよ。いろんなことを入れれば50万そこらでしょ、そうですね、それを失った家族の、被害含めればね100万がところの人間が自動車だけで、その他ね薬品だ食品だとせたら数を上げていけば、みんなが文明の発達とか技術の革新とかって言ってるもののせいで、日本列島だけでね何十万という、ひょっとしたら100万単位の人間が犠牲を被ってるんじゃないんですかと、それ世界を見ればね、それ10倍か50倍か計算したこともないけど、技術文明というものは必ずやね、深刻な被害を裏側でもたらして、それを褒めそやしておいてね、で原発にだけね注目してね、放射能は怖いとかついでに言ってやったの、女の人がずらっといたからね、同席者に。自動車事故は避けようと思ったら避けられる、それはうちを出ないきゃ避けられるでしょ、道路歩くときも道の端っこにじっとしてれば、でも
原発は避けようとしてもね、放射線ですから、うん、やってくるとどういう話をするか、お待ちなさいと、うん、女性の皆様と、うん、あなた方はエゴイストなんですか、自分のお腹に入った子供のことは心配だ、うん、他人が自動車事故で死のうが薬品事故、うん、なんとかで死のうがさ、文明の進歩と褒めたたえて、自分のねお腹の子だけ心配だなんてね、うんうん、分かると、それも、うん、それなら最初から宣言してくれと、うん、私たちはエゴイストですとね、なるほど、文明のことなんか考えておりませんと、うん、私のお腹の子だけ考えてるんですと、ね、うんうんうん、という発言をしてたの。なるほど、はい、そして翌朝ですよ、テレビプロデューサーから電話来たの、大変ですと、あの頃メールなんかまだない時代で、ね、そうでしたね、電話とファックスが立てついておりますと、主として女性からですと、で僕は電話でこう言ったんで、女ども僕の発言にそんなに怒ってますかって言ったら、うん、先生そうじゃないんです、うん、女性たちが、一体あの男俺よ先生のこと、ね、初めて見るは何者なんだと、ここは自画自賛になっちゃうんですが、うん、私たちが本心でなんとなく感じていることを堂々と言ってくれた気がすると、あの人毎回出すんならこの番組また見てやる、うん、なるほど、という電話ファクあって、そこで僕もね、ちょっと調子こいちゃってさやっぱ人間って褒められるとちょっと嬉しいんですねじゃあまた出てみようかなあの番組でもうなくなっちゃったんですけど、うん、草加ってプロデューサーがいてね、こちらの久保田プロデューサーも立派な人ですけど、うん、似てるんですよ、うん、本当にね、出演する前に1時間でも3時間でも5時間でも、うん、僕の酒の相手をしてね、いろんな議論、あれはあれこれ、うん、しかも終わってからもですよ、朝終わるのよあれは、大変だった、向こうも大変でしょ、こっちも大変で、6時に終わって朝の10時まで、その日の総括というか、僕に楽しかったのは番組そのものよりもね、そのプロデューサーとの打ち合わせと後始末に関するよもやま話ね、あ、なるほど、それやっちゃうとどんどん引きずり込まれちゃって、で10年近くもやってる。なるほど。いや先生、あのこの番組も始めるにあたってある種の社交としてゲストとの人間交際を、例えば青山と人を呼んだとして、打ち合わせとかね、事後の総括したとするでしょ、あ、この人なかなかね、今日発言しなかったけど、うん、こんなことも考えてる人なのかと、うん、面白そうだなと、うん、じゃあね、来週ってわけにいかないけど、3ヶ月後にもう一回呼んでみようかな、うんうん、つまりさ、なんかみんな番組をね映して放映することしか考えてないけれども、こういうシリーズもののいいところはね、この人はもう一回呼んで、もうちょっと詳しく意見を聞いてみるに値する人か否か、逆にもう二度と再びこんなやつは呼ぶもんかと思う、そのためにはね、それ無駄な時間が必要なんですよね。なるほど。僕の嫌いなアメリカの、さらに嫌いなね、学問の経営学にスラックってことはあるんです、女性のズボンでもうないのかな、スラックスってある、スラックスありますね、スラックス、ちょっとたるんだね、はいはい、たるみって意味なんですよ。物事にはたるみがないといけないと、ピチピチのものをやってたら大概人間はね、はいはい、目つきもさ、やっぱりこうスラック余裕を持ってね、バングルバングルバングルやつじゃなくて、番組の前後のスラックね、たるみ緩みか、そこでまたいろんなことの発見があってね、はいはい、僕はそうだと思ってたから、これ家庭内もそうですけどね、そういう調子でやって、もう10年近くやって、この番組、あんた褒めてくれないから俺自分で褒めるいやいやいや、もう、なかなかね、見た人からは、いやそうでしょ、好評なの、テレビって皆さん、僕ね、あれはまあ嫌なんですよ、テレビのことはカタカナでテレビ、ビね、日に点々、あれテレってのは遠いって意味でしょ、遠くからって意味で、テレフォンとか、テレグラムの同じね、でビジョンってのはビジョン、映像ですよ、はいはい、遠くから映像が届くからテレビジョン、でもいずれにしてもビジョンでしょ、ビジョンってのはさ V でしょ、ビジョンね、せめてですよ、これ翻訳するときにね、僕ならね TB でいいですよ、あ、発音これ B じゃなくて B ね、ウに点々ですか、あるいはね、ここの B を書き
これ普通日本語の訳し方としたら「う」に点々ですから、ね、はい、テレビ、下唇を噛むようにして「ビ」なんですね。「ビ」とね「ビ」は違うんですよ。なるほど。ところにテレビ関係者はもう何になったらテレビっつってね、うん、そういうね、まあ、センスの粗雑さね、あ、これは別にテレビに限らないんだけど、うちの死んだかみさん言ってたな、かみさんテレビ見るの嫌いで、はい、まあ目も弱かったから疲れて嫌だったんですよ、うん、はい、たまにポーッと見て、うん、テレビってのはあれなのね、沈黙が怖くてみんなが必死で喋ってる、あ、そういうおもちゃなのねって言うと、うん、急に我々沈黙したとするでしょ。そうですね。まずカメラマンが、どうしようとこの二人何も喋んねえぞってね、テレビにとって怖いのは沈黙なんですよ、サイレンスね、ペラペラ喋ろうとするからよくも考えてない、よく考えないとね、通りのいい言葉を使うのが一番いいわけですよ、なるほど、原発危ないじゃないか、危ない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 と、なるほど、春の富士悪いじゃないか、ボール使って、ボール艦隊、ボール艦隊、僕もね、暴力は好きじゃないけどね、暴力とは何ぞや、暴力とは不法の法律に反する力の行使である、おお、そうかいねと、じゃあね、イラクを襲ったアメリカは暴力団の帝王だねと、これはシリアを襲い、ウクライナも襲い、その前にベトナムも襲い、今やね、どこでもかしこでも襲ってると、じゃあ世界のね、というふうに話をすればいいものをね、たかだかさ、春間富士の暴力に、本当は暴力についてすら真面目に考えてない奴らが、もう手っ取り早くね、そうですね、無思考、かつての大谷宗一というね、評論家、彼があの、テレビが普及し始めた時60年代勢いよく総白痴化、白痴化、はい、僕ね、あんま調子いいこと言いたくない、最近本を読む気がない、かといって窓の外から冬枯れのね木を見てて5分もね木を見てると飽きますよ、人間いたしかたなくねリモコンのスイッチを押すわけだよ、テレビ、ずいぶん遅れてあのケーブルテレビ、人に勧められて、でもなかなか面白いのはね、探偵ものっていうかアクションもので SS ガーベーってイギリス映画、これはね SS ね、つまりナチス部隊がイギリスを征服したという歴史上の過程、IF ね、その時にそれに協力したり逆らったりする人たちの物語があるやつが、アメリカ軍が我がイギリスの応援のために密かに一部隊が上陸してくれました、なるほど、その時にね、イギリスレジスタンス抵抗部隊の司令官、なんて言うと、この野蛮人が来たか、なるほど、皆さん想像つきます、僕ねアメリカの悪口言ってるんじゃないんですよ、イギリスの映画に限らずヨーロッパの映画見るとね、1時間もの1時間半ものにほぼ1行、アメリカに対するね、ほんのちょっとした皮肉ね、例えばイタリア映画で言うと、ちょっとコミカルなね、端役の人が、刑事、盗聴器でもつけましょうかって言うでしょ、刑事が、バカこけ、アメリカ映画でもある前に。で、一応入る。つまりね、僕は、ヨーロッパかぶりで言ってるんじゃないけどね、やっぱりね、ヨーロッパの方がね、そういう、テレビもそうですけども、そもそも映画もそうだけど、アメリカで発達したものです。異様に発達を遂げたもの。そしてね、結局は日本もよ、ヨーロッパもそれに少しずつ飲み込まれてきてるのだが、ただどこかにね、こんなものにね、飲み込まれるのはできるだけ緩やかにしようと、胃の一番に飛び込んでいくようなことでは人間が愚かしくなるからね、アメリカ映画っていうのはそういうね、なんていうもの、子供騙しのアクション物語ね、そうですね、その程度のもんなんだと、こんなものの猿真似を、でもね、猿真似をしてることの羞恥心、自覚ね、それを俺たちは持ってるんだぜってことを必ずほぼ必ず一行入れてくるんですよ、僕は言いたい、これテレビに限らないんだよ、テレビだろうが新聞だろうが雑誌だろうが講演会だろうが、それこそ塾だろうが、そうです、塾で言うと彼がやってくれた塾でって皆さん、最初百何十人もいた時にあれ、ある種の宗教団体系の
グループは何十人かいて、ああ5回か7回かやった時ね、うん、先生いつまで議論してればいいんですか、うん、そろそろ決起すべきじゃないでしょ、うん、僕ね出しすぎたんです、うるせえんだ、うん、決起は自分勝手にやれと、うん、ね、よくね実践実践と日本人は簡単に言うが、はい、実践の中にはね、今決起みたいな政治的実践もあれば、ね、はい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 、自分の家族をどうやるか、友達とどう付き合うかという生活的実践もある、はいはいはい、と同時にね、この世をどう理解するか、しかも前回言ったように部分的じゃなくて総合的、はいはいはい、それをね認識的で、はいはいはい、大きく分けてですよ、実践ってのは生きるってことです、うん、人間が生きる中にはね、はいはい、この前政治って広い意味ですよ、東京だけじゃなくて、うん、隣近所とどう付き合うかっていう政治、うん、政治的実践、生活的実践、そして認識的実践があるわけね、はいはい、しかもこの認識は前回言ったように、うん、まあ、そんなスペシャリストのものじゃなくて、うん、非常にある種の総合性ね、うん、総合性を目指すような認識、はい、このためにもですよ、いろんな報告が必要で、うん、議論が必要でね、はい、このことのいろはの意も済まさずにね、うん、先生余裕を持って決起すべきじゃないの、うん、その時どやしくて追い払ってやった。ただ僕もね、これを持って決断とする、ずっと僕これやってきた、はい、でもねこれとってね認識的っていうといかにも書斎でね、うん、本読んで原稿書いてるだけだと違うんですよ、認識っていうのはね、うん、人と議論することも含むでしょ、はい、そうですね、人を説得することも含むでしょ、そのうちにね、下手したら殺されるとかさ、うん、はいはい、一歩間違えば他の組織にあんなやつに二度とテレビはおろか新聞も雑誌にも呼ぶなん、僕大体そうなってますからね、西米を近づけるな、社長からの命令書ではないと思うんだけどね、あうんの呼吸でそういうお触れ書きが日本中にもあっていたにもかかわらず30年近く生き延びた、まれなる生命力の持ち主、あれで出れば日和で見るの嫌だから、うん、嫌われることを厭わずに言い続け、はいはいはい、そういうね危ない橋を渡っているうちに、うん、この喉から舌がね行かれちゃって、それではっきり申します、もうこの世とのお付き合いはここまでやれば、うん、文化勲章をよこせとは一言も言わないが、うん、まあこれぐらいでいいだろうと、うん、最後に一言、人間は一人で生まれて、まあまあいろんな人と付き合うが、結局は一人で生きて、うん、で最後には、ね、ここにいるスタッフみんなまだ若い顔してるけど、うん、いずれは年を追って、うん、最後は一人で死んでいくのであると、うん、でそこで残るものはね、うん、どうせ死ぬんだからデタラメな人生を送ろうかという説と、うん、どうせ一回の人生だから、うん、自分でまあまあ納得できるね、うん、人生にしようかと、うん、人間って不思議なもんですね、小生を思い楽、うん、振り返ると、人間はねやはり後者のね、うん、たった一回の人生で、うん、たわいもない人生ではあるが、うん、まあまあ自分で納得できる方に近づけていこうという方を選ぶもんですね。スペインの哲学者のオルテガが、人間は生きることそれ自体ではなく、よりよく生きることにのみ本格的に関心を持つ、君はまだ動物だっていう話をしてました。ああ本当に人間だけなんですよね、うん、よりよく、ただよりよくが、これがまた難しいんですよ、うん、宗教者なら簡単だよ、そうそうなんですよ、はい、それはね神だ仏だ、うん、アラだと言ったらいいんだけど、うん、そういうものと無縁だね、うん、私は一切の宗教は、うん、大いに関心があるは信じたことは一秒たりともない人間です、うんうん、けどしかしより良い基準規範があるはずだと、うん、結局一生かかってもそれはこれですよと、うん、いうふうに分かりやすくは示せないもんだろうけどね、うんでもそれを求めて喋って書いて喋って書いてるうちに
本当に幸いなのは、うん、死ねることなの。これあとね、俺ね、うん、千年同じことやるって言われたらね、もうお願いですから死なせてください。もういいんですと、うん。絶対神は仏には近づけない。近づけば近づくほど神と仏は遠のいてくる。うんうん、はい、なるほど。まあ人間ってのはそういうもんだというね、うんうん、当たり前の自覚のもとにやれば、うん、日本社会もね、こんなさ、うん、ギスギスの、うん、子供の騒ぎに明け暮れして、うん、愚かしい状態から抜け出られるであろう、うん、これをもって最後としますが、しかし残念ながら抜け出ることは不可能であろうと結局人間はこういうことを今後ともやり続けやり続けということで終わり。ありがとうございました。ありがとうございました。